はい、モルツです。今回は GSX400S 刀を紹介します。刀は日本刀をモチーフにしたデザインとして知られています。日本刀といえば子供から大人まで大人気、映画もヒットしたあのタイトルが思い起こされますね。そう、鎧伝サムライトルーパーです。刀シリーズの歴史は1981年に発売された GSX-1100S 刀から始まりました。当時の規制もあってこの1100は逆輸入車という形で導入され、翌年の82年には国内向けの7班モデルが発売されています。初期の7班はバイザーレスでアップ班の形をしていました。この刀は輸出先のヨーロッパでもかなりの人気を獲得しました。当時現地の日本4メーカーの売り上げではスズキが最後尾だったそうですが、刀によってスズキのシェアを一気に押し上げた大ヒットモデルなんです。ホンダの CB、 川崎の Z、 ヤマハのフニョニャ、各社を代表するシリーズモデルにおいてスズキからはこの刀がエントリーされるほど存在感たっぷりの一台なんですね。さて、そんな1100刀を忠実に再現して1992年4月に発売されたのがこの 400cc モデルです。当時はゼファーが 400cc のネイキッドブームを牽引していて、各社が対抗馬になる次の一手を模索している時代でした。スズキではバンディット400が検討していましたが、ゼファーの牙城を崩すことはなかなか難しかったようです。そこにぶつけてきたのがこの GSX400S 刀なんです。ちなみにこの400刀と同じタイミングでホンダからは CB400 スーパーフォアが発売されています。まず刀を語るならこの外観は外せません。工業デザイナーのハンス・ムートが手掛けたこのデザイン、今見ても斬新ですね。まあ一説にはジャンフィル・ストロームラを含むターゲット社がデザインしたとも言われています。オリジナルのデザインを崩さずにしっかりとフォローしているのも400刀の魅力です。このスラントノーズとバイザーが最大の魅力ですね。このアングルをキリンの角度と今呼ぶことに決めました。シートは結構ロングですね。テールカールの角張った感じとか、水平気味のちょっとやぼったいシルエットも80年代というか刀ならではのオリジナリティを感じさせますね。兄貴分である先代の1100や750は空冷エンジンでしたが、400は水冷です。バンディット400のエンジン、まあ大元は GSX-R ですかね。これをロングストロークに変更して搭載しています。初期型、まあスタンダード型がベースなので可変バルブ付きの VC エンジンでないのが悔やまれるところですかね。最高出力は発売と同年の92年に自主規制が入ったので、当時のフルパワーである53馬力に設定されています。このエンジン確かに水冷なんですが、このようにフィンが切ってあります。これは空冷エンジンの演出ですね。水冷式なんで冷却効果を持たせたわけではありません。このフィンは発売当時賛否両論があったみたいですね。確かに往年のファンなら空冷がいいっていうのも分かりますし、見せかけならなくてもいいとも思いますが、後年にホンダが CB1300 スーパーフォアや現行でも CB1100 でこのようにフィンを切っていることを考えれば、こういった演出もありかなと思いました。初期の1100や7班の刀はフロントが19インチ、リアが18インチと前が大きい1K サイズでした。ボディと同じく400がオリジナルの再現性が高いと言われるゆえんはこの足回りにもあります。400刀はフロントが18インチ、リアが17インチで前を台形化しています。前後17インチが当たり前になっていた時代だけに、これは結構なチャレンジと言えますね。しかも刀のアイデンティティである星型の5本キャストホイールです。これはスズキが初めてキャストホイールを採用した78年の GS1100E から続く伝統的なデザインで、刀の他に GS400E や RG125E など80年代の名車が採用しています。ただこの前後異形の乗り味や見た目の問題、タイヤの選択肢などもあって、比較的簡単に変更できるバンディット400や GSX400 インパルスの足回りで17インチにカスタムされているケースも多いですね。ちなみに400刀の1年前に発売された GSX250S 刀は前後17インチでホイールの形も異なります。ブレーキはフロントがファイ 296mm のダブルディスクで、対向4ポットの時子製キャリパーをセット、リアは 240mm ディスクに1ポットキャリパーの組み合わせです。フロントフォークは整列式のファイ41サイズ、リアショックはサブタンク付きで、取り付け長は 230mm くらいです。リアサスは少しレイダウン気味にマウントされているので、社外品で硬さや長さを変えてみるのもいいと思いますし、チャンネル登録してみるのもいいと思います。メーターもかなり独特で刀を象徴するポイントになっています。緩やかな逆三角形のハウジングに速度計と回転計が一体になっていて、こんな感じで針が動きます。こんな感じで針が動きます。これはテンションが上がりますね。
このメーターは針が折れているケースもあるみたいですね。ご注意を。燃料タンクの容量は17リットルです。スズキ400ツアラーの RF400 と同じですね。このクラスでは多い方ですし、平均燃費も18から20くらいとまあまあ走るので、ロングツーリングにも良いかと思います。ヒット下はこのような感じですね。テールカールの内側に缶ジュース1本ぐらい入るくらいのスペースはあります。車体左にあるこのスイッチ、何か分かりますか？チョークレバーです。吸気量を調整して始動しやすくしたり、暖気の時などに使います。チョークはキャブのそばやハンドルスイッチのあることも多いですが、刀はここにチョークレバーがあります。ちなみに以前紹介した TDR125 もカールと一体化したレバーがありましたが、そっちは燃料コックでした。サイドスタンドも変わった形してますね。これを跳ね上げるとこのようにペダルをかわすようになっています。シート高は 750mm です。このクラスでは平均的ですかね。身長 179cm の私でも両足ががっちりつきます。というか結構足つき性がいいです。1100刀はタンクが長くて結構前のめりなんですが、400は車体サイズが若干コンパクトな分そこまで大変ではなく結構フレンドリーですね。ただアップハンドルではないので前傾姿勢には変わりありません。腕をリラックスさせてタンクに覆いかぶさり、前を見据えるポジションが刀らしいと思います。ハンドル位置が遠い割にステップ位置はネイキッド的というか、やや前の方にあるので足の周りがちょっときついですね。お、エンジンは水泳らしからぬ荒々しい感じですね。シュインシュインではなくてちょっとガムンガムンっていうの音が混ざってるような。もう3000回転ぐらいから綺麗に吹き上がってきますね。エンジンは水冷4発なんでスムーズに回ってきますね。トルク感もありますね。いい加速だ。ただ重量があるんで加速力はまあ相対的にそれなりでしょうかね。街乗りでの乗用機はまあいくら走って2500から5000回転ぐらいでしょうか。60キロで流す分にはもう全然余裕ですね。やっぱりねちょっとこう回せば応えてくれるんで、やっぱスポーツバイクなんだなっていうのが改めて感じます。パワーバンド乗せるには高速道路乗らないとダメなんですけど、お金がないんで。僕それ以上にねこのレスポンスが機敏なのがね、思ったよりドンってくるのが気になったというか、僕低速走行時とか発進時にはなんか気を使うような気がします。このライディングポジションの影響もあるかもですが、すごい安定感ありますね。結構がっしりしてるというか、刀シリーズ共通でなんかフレーム剛性が弱いっていうのは聞いたことあるんですけど、それはやっぱりサーキットとか峠で上手い人が乗らないとわからないレベルじゃないかと思います。ブレーキはよく効きます当然ですが、結構ねリアの方のブレーキが強い傾向にありますね。低速でのコントロールが、ね、逆に僕はしやすいなっていう印象です。200キロ超えで400にしては車重が重い方なのかもですけど、個人的にはあの足つきがいいってのもあるし、ハンドルを構えた時の収まりもいいんで、そんなに重量感って気にならない。個人的にはすごくマッチしてる。重心なのか、まあ、ホイールの問題なのか、ダイナミックな乗り味ですね。高速コーナーは狙った道をこう通っていけるんですけど、刀はよく曲がらないなんて言われますけど、まあ確かに曲がらないというか曲げづらいんですね。ただそういうのを分かった上でひっくるめた上で曲げていくっていうのが正解なことに気がついてきました。ちょっとねタイヤの接地感薄かったりとか、ハンドルの切れ角が浅かったりとか、セルフステアが弱いとか、そういう傾向はね少しあるんですけど、そういうのも分かった上で乗っていくのが、付き合っていくのが大事なのかなと。刀は漫画とかでもたくさん出てきますね。バリバリ伝説とかキリン、サムライダー、400なら爆音ですね。バリデンの秀吉が1100風にいじった7半刀かな、乗ってて体格が小柄ってのもあって、すごい刀は重厚で大きいバイクっていうイメージが強いんですよね。なんで結構軽快なイメージで復活した刀はね、僕の中のイメージとはちょっと違いましたね。最初の頃の1100刀は作りが古いっていうのもあるし、大型免許取ったばかりの頃乗させてもらったんで、もうガッツのドラゴン殺しみたいなイメージですね僕の中で。なんで改めて400乗ったら、やっぱりね400なりに扱いやすくて、菊一文字みたいな一振りですね。
価格は20万円台から80万円台までピンキリで、どの価格帯もまんべんなく揃っています。当然状態によって価格は異なります。あと8割方はマフラーが変えられているのが印象的でした。純正マフラーがいい人はヤフオクで 2,3 万円くらいで売られています。あと刀400は点火系、まあ、イグナイターが壊れやすい、または壊れているケースがあるみたいなので要チェックです。リビルト品が1万円くらいで売られていたり、まあ、修理をしてくれるところもあるみたいですね。400ネイキッドの波に乗り遅れた鈴木では、後に400刀をベースにした GSX400 インパルス、そして稲妻400と立て続けに発売しました。特にインパルスは結構人気がありましたね。竹丸のやつではありません。ミドルクラスの刀は小立ちや脇差しなんて言われることもありますが、発売から30年が経とうとしていますし、新型が出た今もはや立派な旧車です。刀シリーズを支える屋台骨に違いありません。ネイキッドともちょっと違うし、ツアーラーでもレーサーレプリカでもない刀という一ジャンルが出来上がっている今こそ、400を選んでみるのも一興じゃないでしょうか。